地面の上にこぼれた金属水銀水銀中毒は水銀に接触することによって起こる中毒症状である。金属水銀単体の持つ危険性の要因として標準状態では酸化されて酸化水銀を生成しやすいこと及び落としたりかき混ぜたりすると液滴が微細な粒子となって表面積を劇的に増加するということが挙げられる。金属水銀は沸点が高いものの 室温で水銀蒸気によって飽和した空気中には毒性を発揮する程度の数倍の量が含まれる。高温になると危険性はさらに増大する。堆積した鉱物の侵食や大気からの沈着によって河川では水銀の濃縮が起こる。植物は湿った状態だと水銀を吸収するが乾燥すると排出していく。植物や堆積物からなる石炭の中には 様々な程度の量の水銀が含まれている。植物と同じく、キノコ類も土壌から水銀を吸収する。肥料の使用や工業廃棄物の投棄などのように、人間の生産活動も土壌や水系、海洋に水銀を放出する一因である。そのようにして、環境中に放出された水銀は、最終的に水や土の表面へとたどり着く。 表層水の pH が5から7である場合、水中の水銀濃度は増加する。これは水源近くの土壌中の水銀が移動しやすい形に変わるためである。ある種の微生物は表層水に達した水銀をメチル水銀に変換する。メチル水銀は神経毒性を持つことが知られている。ほとんどの生物は メチル水銀を急速に吸収する。魚は、自ら多量のメチル水銀を取り込む生物の一種として挙げられ、そこから生態系の中に拡散していく。魚を接触した動物には、生殖機能、成長の阻害、胃の障害、腎臓障害などの毒性症状が現れる。純粋な金属水銀は、他の重金属と同様に蓄積されることによって、毒性を発揮する。 金属水銀に触れた場合皮膚からゆっくりと吸収されるが重篤な毒性につながることはまずなく消化器からの吸収はより遅い。ただし蒸気を吸入すると肺から容易に取り込まれる。呼吸器系から蒸気として吸収すると毒性が強いものの他の経路からの場合ではそれほどでもないとされる。金属水銀は吸収されることなく、 消化器系を通過することもあるとされ、歴史的には腸の障害を機械的に除去するために用いられたこともあった。今日では毒性がよく知られているため、そのようなことは行われない。水銀の化合物は単体の水銀よりもはるかに高い毒性を持つことが知られ、水銀を含む有機化合物では特に顕著である。例えば、 ジメチル水銀は1000分の1ミリリットルの量でも死に、至る神経毒である。水銀は中枢神経、内分泌器、腎臓などの器官に障害をもたらし、高校、死刑、歯にも損傷を与える。高濃度のもしくは低濃度であっても、長時間水銀の蒸気にさらされると脳に障害を受け、最終的には死に至る。 水銀及びその化合物は特に胎児や幼児に対して有毒である。妊娠した女性が水銀に被爆した場合、発生障害を持った子供が生まれることがある。接種が止まれば、水銀中毒のうちいくつかの症状は専用の療法を用いるか、あるいは自然に排出されることによって回復することが可能である。しかしながら、重度、または長期間にわたる被爆からは、 特に胎児や乳児、小児の場合、回復できない。ジメチル水銀など、毒性の高い化合物にさらされると、数時間に満たないうちに死亡することもある。小児が水銀に被爆した場合、神経系に重い影響を与え、神経症の正常な成長を妨げる。水銀は髄症を構成する、タンパク質に障害を与えるという研究結果が示されている。 小児の水銀中毒は自閉症的兆候の原因となることが疑われているが、この件に関する査読を経た研究論文は未だ発表されておらず、医療関係者の間でも疑いの意気に留まっている。また、自閉症関連団体は、自閉症の症状が誕生した時点から現れていることを示す証拠が示されていることから、この説を乱暴すぎるものと捉えている。 水銀及びその化合物に中毒した人間、動物はしばしば唾液を過剰に分泌する症状を示す。これは水銀流禅と呼ばれる。水銀を含む保存量であるチメロサールは1930年代から変質を防ぐ目的でワクチンにごく少量が添加されていた。これに伴う悪影響はアレルギー症状を除いてこれまでのところ何ら示されていない。 しかしながら、アメリカ小児科学会などの団体は、予防措置として、チメロサールの使用を控えるよう勧告している。今日では、数種のインフルエンザワクチンを除き、アメリカ合衆国で使われている12種類の感染症用小児用ワクチンに、チメロサールは使われていない。液体の金属水銀は、弱い毒性を持つにとどまるが、水銀蒸気や、塩、 有機水銀化合物の毒性は高く、摂取、吸入、接触すると、脳や肝臓に障害を与えるとされている。水銀中毒の標準的な治療法は、キレーション療法である。通常、アメリカでは、ジメルカプトコハク酸が、旧ソビエト連邦やヨーロッパではに、サンジメルカプトマイナス1、プロパンスルフォン酸、リポ酸が用いられる。代替医療では、ビタミン C、 エチレンジアミン4作酸あるいは、胃を多く含む食品などが使われる。しかし、エドタと無機水銀が結合することによって生成する作体は、神経細胞骨格を損傷する可能性があることが指摘されている。ホメオパシー論者は、水銀中毒の症状に処することができると主張している。彼らは、ホメオパシー理論によって、 体が持つ治癒能力を補助することができると考えているが実際には人体は水銀などの重金属を脳から排出することはできないとされている。ありがとうございます。